はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はタイムスリップ第4弾が登場したということで、ランキングを走る方は誰を取ればいいのか、累計の契約書で誰が当たりになるのかなど、一人ずつの能力解説評価の方をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということでテンポよく能力解説評価の方をやっていきます。まずはオリックス田口選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 A となっています。デフォルト走力型かつ A 能力がないということで、リーグ的には厳しいでしょう。守備の方はメインのレフト適正 A となっており、限界突破なしでセンターライトも可能です。裏捨ても SAS とかなり高いため、守備面は最強レベルだと言えるでしょう。リアタイの守備で使いたいところです。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク中村晃選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 A となっています。デフォルト A 能力はないですが、称号でミート A が可能な現役選手ということで需要は高いでしょう。守備の方はメインのレフト適正 B となっており、限界突破でファーストライトが可能です。レフトの守備が良く、弾道もラインドライブのため、リアタイ的には悪くないでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて西武小野寺選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B となっています。デフォルト球威型となっていますが、総合でも A 能力に届かないため、リーグ的には厳しいでしょう。球種の方は5球種となっており、スタンダードな球種のためリアタイ面も厳しそうです。限界突破なしで中継ぎが可能なのは魅力的でしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて楽天島選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B となっています。デフォルト A 能力はないですが、称号でミート A が可能なキャッチャーということで、ある程度需要はあるでしょう。守備の方はメインのキャッチャー適正 C となっており、裏捨ては低めの値です。盗塁阻止が期待できないので、リアタイ面は厳しいでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてロッテ黒木選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B となっています。デフォルトスタミナ A に乗っており、限界突破で中継ぎも可能になるため、リーグ的には悪くないでしょう。球種の方は4球種となっており、打ちやすい球種しか持っていません。特殊能力の方には一応タイピンチがついていますが、リアタイ面は厳しいでしょう。続いて日本ハム高梨選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B となっています。デフォルト A 能力はありませんが、称号で QEA が可能な現役選手ということで、欲しい方も一定数いるでしょう。球種の方は4球種となっており、限界突破なしで中継ぎも可能となっています。そこそこ変化量はありますが、打ちやすい球種しか持っていないため、リアタイ面は厳しいでしょう。特殊能力の方には一応タイピンチがついています。続いてヤクルト池山選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 S となっています。デフォルトパワー A に乗っているショートのアーティストということで、確定で取れるのはかなり熱いでしょう。守備の方はメインのショート適正 B となっており、裏捨てもオール B となっています。総合的に強いため、リアタイで使いたいところです。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて横浜小池選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B プラスとなっています。総合でも A 能力には届かないため、リーグ的に厳しいでしょう。守備の方はメインのレフト適正 C となっており、限界突破でセンターライトが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。弾道ラインドライブのため、リアタイ面は悪くないでしょう。ただ能力的にそこまで強くはありません。続いて阪神安藤選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B となっています。総合でも A 能力に届かないため、リーグ的には厳しいでしょう。球種の方は5球種となっており、限界突破で抑えが可能となっています。特殊能力の方には超タイピンチ20丸がついていますが、元の変化量がかなり小さいため、リアタイで使うのは厳しいでしょう。続いて巨人西選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 A となっています。デフォルト A 能力はないですが、称号でパワー A やミパ同値が可能です。守備の方はメインのセカンド適正 B となっており、捕球が88の A とかなり高い値となっています。打てて守れるため、リアタイ的にも悪くないでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて広島中崎選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B となっています。デフォルト QEA に乗っており、限界突破なしで中継ぎも可能なため、リーグオーダーに入れやすいでしょう。球種の方は6球種となっており、打ちやすい球種しかありません。特殊能力の方には超タイピンチ20丸がついていますが、元の変化量が少ないため、リアタイ面は厳しいでしょう。続いて中日中田選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B プラスとなっています。デフォルト9位スタミナ同値となっており、限界突破で抑えも可能になるため、オーダーによっては欲しい方もいるでしょう。球種の方は5球種となっており、目立った球種はありません。今回追加された選手はほとんど同じ球種となっています。特殊能力の方には一応超タイピンチ20丸がついていますが、リアタイ面は厳しいでしょう。
タイムスリップ第4弾能力解説は以上となります。欲しい選手はどのくらいいたでしょうか。今回は第4弾ということで若干抑えめのラインナップになっています。この時期にオーダーに入る選手はかなり少ないと思うので重要度が低めの累計開封になるでしょう。続いては限界突破コーチを使うべき選手を確認していきます。ということで当たった際に限界突破コーチを使うべき選手、使っていい目安に関してです。注意点としては明確な決まりはなく個人のチーム状況によって多少判断基準は違ってきます。迷った際に参考にしてください。ちなみに個人的に考える限界突破コーチを使っていい目安としてはテロップの通りとなっています。今回リーグ面で限界突破コーチを使うべき選手は存在しません。絶対的な理由がある時のみ使っていきましょう。またリア対面は池山選手に使うのはありだと思います。質の高い守備要員が欲しい方は田口選手に使うのもありでしょう。各自のチーム状況に合わせて判断してください。続いて累計で狙いの選手が当たらなかった場合、 A ランクでのおすすめ選手に関してです。基本的には現役選手の限界突破要員を確保するのがいいでしょう。一番のおすすめは中村晃選手になると思います。今年出場のある選手の成績はまとめておくので獲得の参考にしてください。累計で欲しい選手がいない場合は受け取って即開封でも問題ありません。取るべき選手の紹介は以上となります。自分の欲しい選手は決まったでしょうか。今回は若干渋めのラインナップになっており、累計もタイムスリップ 33% ということで若干モチベーションが低くなると思います。ただ補強につながることも十分ありますので1週間頑張っていきましょう。この情報が良かった方、選手の能力が把握できた方はぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて時間経過し撮影している26日3時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進め、得点はスタミナ回復を選択している自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。期間内にレベルアップを1回したため進みは早い状況です。引き続き毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日は8月についての動画を上げる予定です。注目点もたくさんありますので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。